佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。前回の放送ほか、出演させていただいておりますいろんなメディア、そして、他で、お伝えしておりますが、無事にブルガリアから帰ってまいりました。帰ってきております。そしてですね、映像配信版をご覧いただいている方はねお分かりかと思うんですけれども、今お隣にですね、じゃあ自己紹介お願いします。はい、プラスボックス新人女優の有本ひとみと申します。今回こう見学させていただくために来たんですけれども、はい、まさかの出演させていただくことになりまして、はい、ちょっと緊張しておりますが、ライブでお勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。急遽ね来ていただきました、はい、ありがとうございます。でね、以前もねゲストでね来てくださって、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではですね、先月、まあ話に戻りますけれども、先月11日より、ブルガリアの首都ソフィアで、開催されました東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャーコミックコンにおきまして、私が主演させていただいた映画、泉沢康友監督作品22世紀寓話の世界初の本作品の上映会が無事に終わりましたことを、改めてご報告させていただきます。前回もちらっと、断片的にお話しさせていただきましたが、今回はブルガリア一色とは申しませんが、総集編として、離日から、帰国まで、まさに余すことなく、ブルガリア凱旋リポートのコーナーで詳しくとても丁寧に細かくリポートさせていただきますのでお楽しみに。では、最初のコーナーは偏りムービーリポートのコーナー。イエーイ。このコーナーは、私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです、はい。今回は、まだまだ話題沸騰中の、三谷幸喜監督作最新作「記憶にございません」を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。公式ホームページによりますと、国民的脚本家、演出家、映画監督として、これまで日本中にたくさんの笑いと感動を届けてきた三谷幸喜監督の、映画監督作品8作目となる、待望の最新作です。ザ・有頂天ホテル2016年の公開後から企画を温めていた構想13年となる、作品で、もしも自分がある日突然総理大臣になったら、そんな子供の頃に誰もが一度はしたかもしれない空想から生まれた、三谷監督によるオリジナルストーリーです。今度の主人公はですね、記憶喪失の総理大臣、国民から嫌われ史上最低の支持率 2.3% を叩き出した総理大臣黒田圭介、ある日一般市民の投げた石が頭に当たり記憶喪失になってしまう。金と権力に目がない、悪徳政治家から一夜にして善良で純朴な普通のおじさんに、変貌してしまった圭介、国政の混乱を避けるため記憶喪失の、事実を知るのは直近の秘書官3名のみ。国民はもちろん大臣たち家族にさえ記憶を失ったことを隠し、秘書官たちに助けられながらギリギリなんとか日々の公務をこなしていく。主人公の総理大臣、黒田圭介には三谷作品に多数出演し三谷監督から絶大なる信頼を得る中井貴一、今年上映された三谷幸喜作、演出のミュージカル日本の歴史でも主演として振り幅の大きい役柄を何役もこなし好評を博しました。黒田総理を支える首相秘書官伊坂には俳優ミュージシャンなど多方面で活躍するディーン・フジオカ、コメディが似合うとずっと思っていたという三谷監督との初タッグとなります。黒田総理の妻さと子には人気実力を兼ね備えた女優石田ゆり子、さらに政界を牛耳る官房長官鶴丸大吾に、三谷脚本の NHK 大河ドラマ真田丸の真田正幸役で、人々を魅了し NHK 朝の連続テレビ小説夏空での公演が大きく、話題となっている草刈正雄、そして総理を揺するタブロイド紙のフリーライター古郡に三谷映画には欠かせない名優佐藤浩市、中井、演じる
黒田と佐藤演じるクルゴーリの二人きりの掛け合いの長回しは必見です。また事務秘書官役に小池栄子、官邸料理人役に斉藤由紀、アメリカ大統領役に木村佳乃、野党第二党首党役に、党首役に吉田羊と演技派女優陣が脇を固め、さらに、職務熱心な、警察官役の、田中圭、石を投げるのが得意な大工役の、寺島進、アメリカ大統領の通訳役の、宮島絵馬、総理大臣の息子役の浜田辰臣といった実力派から、衆議院議員役のミュージシャンローリー、官房長官、秘書官役のお笑いコンビジャルジャルの後藤淳平、キャスター役の、ジャーナリスト、宇藤由美子ら、異色キャストまで豪華な俳優陣が三谷作品のもとに、多数集結。2019年三谷映画でしか見られないオールスターキャストによる笑いの共演が実現します。ということで、いやーもうめちゃくちゃ面白かったです、はい、もう一言で言うとめちゃくちゃ面白かったです、まあ、まず見た理由としましては、もう予告編、今いつもそうなんですけれども、他の映画を見ている前にこう予告編があるんですけれども、そこであの予告編ですら笑ってしまうという、それはすごいですね。やっぱそれはやっぱこう人の心をつかむというのはやっぱすごいなと思いましたし、これは絶対見ようと私は思ってたので、見させていただきました。で、三谷監督作品は私初めて映画館で拝見させていただきました、うん、本当にあっという間の2時間で、で、非常に面白かったでございます。そしてですね、役名なんですけれども、スキャンダラスな厚生労働大臣、桜坂役にですね、はい、6代目市川お水尾さんがですね、なんと出演されていらっしゃいまして、私ですね、映画転校スチューデンツという映画でですね、共演させていただきまして、その時はですねすごいちょっと怖い校長先生のお役だったんですけれどもあのこの、桜坂という、役はすごくこう下手に出る感じの、でもちょっと可愛らしいあのキャラクターの役で、はい、あの見ててすごくお水尾さんだと思いながら拝見させていただきました。もう本当に申し訳ございませんでしたって謝るシーンなんですけれども、すごく印象に残りますので、ぜひ皆さんもね、うん、もし機会、ご覧いただければなと思います。はい、でですね、この作品はですね、本当にあの中井貴一さんの演技が、まあ、本当にやっぱすごくてですね、うん、まあ、最初すごいもう、こうイライラしながらやってる中なんですけれども、はい、でもこうやっぱこう家族のね、なんかもう崩れてしまっている中で、うん、こう作品、その物語進んでいくうちにこう再生されていく姿がすごく素敵な作品となってますので、うん、ぜひ皆さんお近くの劇場または、DVD などでね、ご覧いただければなと思います。はい、以上、今月の片入りムービーリポートのコーナーでした。ブルガリア凱旋リポートのコーナーよー、やってまいりました。さて改めまして、この番組佐藤美久の女優道、この番組は、読者佐藤美久と今回は有本ひとみが担当しております。はい、続いてのコーナーはですね、ずっとここ、何回かね、はい、お伝えさせていただいております通り、私が主演さ、お務めさせていただきました映画22世紀グーバが初の上映会として、ブルガリアで先月開催されました。はい、はい、東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019において、招待上映並びに私佐藤美久が舞台上映を務めさせていただきました。お仕事で海外に行かせていただくのは初めてのことで、行く前からとても緊張しておりましたが、もうとにかくね、まあっという間の1週間でして、はい、まあ、リポートをねさせていただこうかなと思います。はい、じゃあちょっと先に聞きたいんですけれども、はい、ひとみちゃんにとってブルガリアってどういうイメージですか？ブルガリアって聞くともうヨーグルトのイメージしかなくって、全然もうどういう土地なのかとかもわからないので、もうイメージ通りです。そうですね、ヨーグルトができて多いです。ではね、本題戻らせていただきますと、はい、まず行く準備ですね、うん、まあ、当日会場でのこう物販とか商品のね、はい、札付けであったりとか梱包とかね、はい、
でちなみになんですけれども、あのブルガリアのね通貨ってレフって言うんです。はい、レフ。そうなんです。円じゃないですか日本はね、はい、円以外ないじゃないですか。ないですね、はい、でなんで、で複数形になるとレバになるんですね。レバ、はい、へえ、なかなか珍しいな。私はね、私思いました、ね、珍しいなと思いました、うん、で、1レバーは日本円で約60円ぐらいです。60円なんですか、はい、へえ、なのですごく物価はものすごく安いです。安いんです。はい、でですね、舞台挨拶用の、着物をね準備させていただいたりとか、うん、これがですね、エモンさんという、お着物、エモンさんというところでお着物をお借りしまして、はい、非常に簡単に着れるお着物でして、もう10分もいらないかもしれないですね、そんなすぐに着れます。綺麗に、なおかつ綺麗に着れるっていうのが、すごくあのやっぱり ありがたいこと、本当に助けていただけたなというふうに思っております。はい、はい、そしてですね、そして羽田ですね、羽田にからスタートするんですけれども、リニチはですね、初めて同行、北野しおりのリアルドライの、北野しおりちゃんと、金田プロデューサー、そして、私の事務所の社長、そして、コーディネーターさんですね、まずはですね、ブルガリアってそのまま行けると思いますか？そのまま行けるんじゃないんですかね。あ、違うんですね直行便はなくてですね、はい、一回あのパリで経由、うん、あのトランジットして行くっていう形で行かせていただきました。で、パリの空港の名前がですね、パリシャルル・ド・ゴール空港という、うん、シャルル・ド・ゴール空港です。空港、はい、で日本からなんと12時間かかりますそしてそこからですね、9時間、空港に、そのパリの空港に 滞在させていただいて、うん、でパリってどんなイメージですか？パリといえばなんかもうこうなんですかね、華やかというか綺麗な街並みっていうイメージがすごくあります。ね、まあ、これあの以前もねお話しさせていただいてるんですけれども、はい、トイレも綺麗です。そうなんですか？すごいもうザもうおしゃれ、もうトイレでもインスタ映えしちゃうっていうぐらいの、すごいおしゃれでした、はい、それは本当にびっくりしましたっていう。そしてですね、その後、9時間待ちまして、はい、そして3時間かけてブルガリアに到着するんですけれども、はい、そこで、イベント実行の、うん、責任者のデニッサさんとお会いさせていただきまして、はい、そこでお土産もねいただきまして、ありがたいことに。そうなんですよ、香水と、バラの、ブルガリアってバラがすごい有名なのね。あ、そうなんですね。でバラの香水とハンドクリームだと石鹸、バラの、ね、形したね、石鹸ね、かわいらしい、そうをいただきまして、あとはブルガリアのこう本とかね、はい、もいただきまして本当にありがとうございました。大切に使わせていただいております、はい、でそのまあお出迎えもしていただきまして、はい、もうここでもうやっぱり日本代表なんだなっていうのをすごく時間させていただきました。でそこからですね、ホテルに向かいまして到着しまして、はい、でイベント会場のすぐ近くのホテルでして、うん、非常に綺麗なホテルだったなというふうに思います。ただですね、後で気がつくんですけれども、はい、ホテル以外にご飯を食べる場所がなくてですね、ホテルの前にですね、はい、会員制の巨大スーパーメトロというのがありまして、日本にも一応あるんですけれども、はい、IKEA と、コストコがこう合体した感じの、スーパーになっております。はい、ぜひ、ね、検索してみてください、はい、そしてですね、次ですね、の会場を下見させていただきまして、はい、そのまあこう改めてですね、その自分が、上映会が行われる場所を、見まして、はい、始まるんだっていうのを実感させて、はい、いただきましたそしてですね、時間が少しあったので、地下鉄で繁華街、まあ、日本でいうところの、まあ、銀座みたいな、場所にですね、散策させていただきまして、はい、もうテレビとかこう写真でしか見たことないこう街並みとかこう寺院とかがたくさんあって、はい、もう日本人の方はほとんど見ないですね。そうなんですね、はい、で本当日本からの観光客ではまだまだ少ないみたいで、うんうん、でその時にこうブルガリアのこうお土産屋さんがあって、はい、そこで今ね私着させていただいてるんですけど、映像配信版でご覧いただいている方ぜひね映像配信版ご覧いただければなと思うんですけれども、はい、
北野氏のリアルドライブでも着させていただいております。なので、はい、で、ブルガリアのこうなんというかちょっと民族衣装っぽい感じの、見えますかね、こう赤のね、赤と黒のね、こうラインが入ってるちょっとノスタルジックっぽい感じの、うんうん、お洋服をかさせ買わせていただきまして、すごい普段でも全然着れる、そうですよね、めちゃくちゃ可愛らしいですよね。みんなに似合うよ似合うよって言ってあの買わせていただきました、ね、すごいあの重宝させていただければなと思います。はい、そして、時間が、そして、イベント初日ですね、はい、買わせていただいてイベント初日ですね、日本から、用意した、商品を販売させていただいたり、まあ、徐々にねもう近づいてきます上映会が、はい、もう朝から緊張しました、あの正直に言いますとかなり緊張しまして、こうあどういうお客さんが来るんだろうとか、うん、こう皆さんどういう反応してくれるんだろうっていうのをもうずっとあのでもちゃんとにこやかなあの感じでずっとこうニコニコしながらどうなんだろうっていう気持ちを抱えながら、待っておりました、はい、で実際に、上映会、舞台ですねスタートさせていただきまして、はい、ここエモンさんの、お着物を着させていただいて、うん、すごく好評で、すごいっていうかすごいって言ってるか分かんないんですけどあのでも日本語じゃないからでもう登壇させていただきまして、はい、であのこうブルガリア語の、ね、通訳を、ね、していただくんですけれども、はい、こうワンセンテンスワンセンテンスこうごとに話さなければいけなくて、それがすごい不思議な感覚で一気に言えないんです。あ、そうなんですね。私は何々で何々で何々でって言えないんです私は何々でってブルガリア語の入って、何とかね何とかねっていう風に、がすごく難しくて、ね、あーと思ってっていうのがあったので、そこはすごく勉強になりました、うん、こんなに難しいんだっていうのをとても感じました、うん、はい、そしてですね、上映会ではですね予想以上にあのお客さんが私の考えより本当にお客さんたくさんいらっしゃっていただいて、はい、あの200席お席があったんですけど全部埋まって、すごいですね。いやもう本当嬉しかったです出てきた時こう拍手がね大きい拍手があっていやもう鳥肌が立ちましたはい、でこうあのメディアの方々のカメラが何台も入って、はい、うんうん、いやそれでも結構緊張したんですけど、はい、でもいい緊張で、うんうん、なんだろうな どうしようじゃなくて楽しめる緊張感で、すごくだから楽しかったですね。でフォトセッションとかもあったりとか、はい、で皆さんすごいスマホでねすごい撮っていただいたりとか、はい、で今いよいよ上映が始まって、はい、皆さんすごく真剣に見てくださってすごく嬉しかったですしあと、まあ、その、22世紀寓話の作品の中で、はい、ストーリーの中であの土下座をねするシーンがあるんですけれども、はい、すごい皆さんわーって見てくださって、もうこうジャパニーズ土下座じゃないですけれどもすごくあのそこは皆さんすごく驚かれていて、はい、でこうそうですね、皆さんこうあのパチパチこう、ね、こう声が実ったりとかすごくパチパチパチというのがあったりとか、すごくやっぱ生で感じられるっていうのがすごくあの勉強になりました、はいはい、そして上映会後ですね、また舞台上に上がらせていただきまして、はい、ちょっとね質問とかもさせていただきまして、うん、あの作品の中でオムライスが出てくるんですね、はい、でその、まあ、オムライスというのはそう日本人にとってそれは愛の象徴なのかみたいなのをあの聞いてくださった方がいらっしゃったんですけど、はい、私はいと答えてしまったんですけどもいや結構、まあ、はいというかあの愛の象徴というかこう日本人は結構こうオムライスに絵描いたりとか、そうですね、はい、こう、うん、わかる、メッセージ書いたりとかお名前書いたりとかですよね、っていうのが多いですよみたいなことはあの言わさせていただきました。はい、であとはなんだろう、その日本の若者の人は、はい、こうネットを通じてこの人と出会うんですかっていう質問とか、あ、ブルガリアの方はそういう習慣はないんだなっていうのもそこでやっぱ気づきましたね。あ、なるほど、そういう質問もあるんだと思いながら、はい、でも皆さん本当にあの深い話で本当に素敵な作品でしたっていうふうにおっしゃっていただいて本当に嬉しかったです。でですね、その、舞台、舞台
ダイハツの時もですね、しおりちゃんにも、登壇していただきまして、はい、初音ミクの格好でね登壇していただきまして、皆さんわーっとね大人気でございます、はい、しおりちゃんもねちょっとお話ねさせていただいたりとか、本当に、もう無事に終わらせていただきまして、はい、登壇させていただきまして、いやーもう終わってからですね、もう一気に疲れが出たんでしょうかねその日はもう早々にベッドに入りまして、はい、もうやっぱり緊張してたなっていうのがすごく実感しました。でもすごく楽しかったですし、はい、いやでももう一回やりたいなって思ってしまいました、はい、そして2日目のイベントですね、はい、初日以上に、慣れてお客様とね対応とか、私も片言の英語でね話しさせていただいて、うん、意外と通用してたんですよね、それはすごく嬉しかったです。で、まあ、最終日ですね、なんと急遽ブルガリアで日本語 を学ぶ138学校という、学校に訪問、はい、表敬訪問させていただきまして、やありがたいことにこれは本当貴重な経験だなと思います、うん、で皆さん本当に、日本語が日本が大好きで、すごい日本語も上手で、で日本語でこう質問してくれるっていうのがそうなんですね、嬉しかったです、はい、すごい、わすごいと思いながらそんなすごい大好きなんだっていうのもすごく感じられました、はい、でブルガリアの学生さんにとって日本っていうのはすごく憧れの国みたい でその、まあ、国から、まあ、突然やってきた、私、そしてしおりちゃんであったり、はい、が、まるでこう彼らで彼女らにとって夢の国からこう現れた人のような、うん、反応で、すごいこうみんな皆さんすごくシャイででもすごく可愛らしくってで、まあ、特に私は着物を着させていただいて、うん、まあ、その着物を着させていただいて訪問したんですけれども、はい、映画22世紀寓話の上映会イベントで舞台挨拶をしていて、で日本の女優が学校にやってきたっていうのはすごく皆さんにとって驚きで、本当にすごかったです。で泣いてくれる子もいたりとか、そうなんですね、いやこっちももらえなくてしまいましたすごくありがたい中にもすごく不思議な、うん、感じもありまして、こう今までのファンの方々との交流とはまた違う感動感謝がすごく感じられました。で、学生の皆さんがね、持ついい日本のイメージをちょっと壊さないか私不安と緊張で、で、まあ、でもちゃんとね皆さんの思い描く日本のイメージをね壊さないように、お話しさせていただきました、はい、で、まあ、ちなみにねその日は入学式っていう日本とスタイルが全然違うんですけれども、うん、すごくそれも貴重な経験させていただけたなというふうに思います、はい、でですね、まとめさせていただきますと、本当に、当日ですね、そうですね、138学校の生徒の皆さん、聞いておりますでしょうか、松先生、野手先生、そしてマリア先生、本当にありがとうございました。貴重な経験をさせていただきまして、はい、これを機にですね頑張らせていただければなと思います。そして、北野しおりちゃん、そして金田プロデューサーにですね大いに感謝しております。そしてですね、心配ながらも見送ってくれた両親や家族、今回の、ツアーに向けてご協力いただいた、日本ブルガリア協会の方をはじめ皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました、この経験をですね、まあ、単なる素晴らしいこう思い出にね、終わらせることなく、必ずこれからの芸能生活にですね、生かそうと心から思います。本当に皆さんありがとうございました。以上、ブルガリア凱旋リポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。ひとみちゃん、はい、どうでした、今日見学は。いやもうなんかこう何もない状況で来たので、はい、私は、はい、そうだね、すごく緊張はして、まだまだ今もしておりますし、はい、耳でこうミクさんの話を聞いて答えるっていうのも結構難しいなっていうのはすごく感じましたね、うんうんうん、私も最初そうだったからね、はい、
ぜひこれからも頑張ってください。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。